はいどうも、実行の研ぎ師の亮太です。今日はこちらの包丁を研ぎ直していこうかなと思います。はい、それでこちらの包丁、革用の包丁になるんですけど、これ革太刀っていう包丁になります。で、まあこの革太刀は、まあ主に用途としてはレザーですね、まあ動物の革とかを、まあ切って、まあ財布とかにするための道具になります。それで今回はこちらの包丁を研いでいこうかなと思います。はい、それでこちらの包丁は、まあ、研ぎ依頼してくださった包丁なんですけど、今回ご依頼してくださった方はこの革太刀を使って野球用のグローブとかを作っているみたいです。はい、それで僕も革太刀使われてる方はちょいちょいお見かけするんですけど、野球用のグローブを作ってるって方は初めてお聞きしたので、まあ、ちょっと作り方とかどんな風にしてるのかなってめちゃくちゃ気になります。はい、それで今回はこの革太刀を研いでいくんですけど、まあこの革太刀実はもうちょっと研ぎ進めてあって、まあ荒研ぎとかちょっとした錆落としたりとかは終わっている状態になります。なので今回は仕上げの段階の研ぎを動画にしていくっていう形になります。で、今回はこの革太刀は2本ご依頼してくださって、まあこちらとこちらの、まあ、ちょっと大きめのやつと中くらいのサイズの2本になります。この革太刀の研ぎ方としては、まあ、平らな刃物になるので、まあ、できるだけこの切り刃って呼ばれるところを、まあ、なるべく直線的な刃でつけていきたいと思います。それで、まあ、この切り刃をベタ研ぎして、まあ、最終的に、まあ、コバをつけて切れ味の持続性も高めていきたいと思います。はい、それで今回使う砥石なんですけど、今回使うのは人造砥石の3000番と8000番、それで最後の仕上げ砥石として天然砥石を使っていこうかなと思います。それで今回使う天然砥石なんですけど、今回は、はい、こちらの丸尾山の青すいたを使っていこうかなと思います。まあこれ毎回おなじみの砥石ですね。はい、こちらで仕上げていきます。はい、それでは早速研いでいきたいと思います。はい、じゃあ今から革太刀2本研いでいこうかなと思います。まず3000番ですね。3000番でこの切り刃研いでいきます。で、この2つちょっと厚みが違うんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、こっち薄くてこっち厚いタイプになってます。
はい、それでは2本とも切り刃当て終わってこんな感じです。はい、じゃあ一回これ面直しして小刃をつけていきたいと思います。はい、こんな感じで小刃付け終わりました。はい、それじゃあ次が8000番になります。はい、じゃあここからは同じ作業を繰り返していきます。はい、じゃあコバ引いていきます。はい、じゃあ8000番終わってこんな感じです。はい、じゃあ最後こちら天然砥石の丸尾山の青す板になります。はい、じゃあこれも当て方は一緒ですね。やっていこうと思います。Thank you.
はい、ということで研ぎ終わりの見た目がこんな感じになります。はい、ということで、まあ、こんな感じでかなり見た目も綺麗に仕上がりました。まあ、やっぱりこういう平面の刃物は天然砥石当てるとめちゃくちゃ見た目綺麗になるので、まあ、研いでてかなり楽しいですね。はい、それでまあこの天然砥石の切れ味もどんな感じか気になると思うので、次はちょっと試し切りをしていきたいと思います。で、試し切りなんですけど、まあ、本当は皮とかを切ってみたりするのが一番いいんですけど、まあ、ちょっと皮とかがないので、今回もまたいつも通りコピー用紙で試し切りしていきたいと思います。はい、でまあコピー用紙いつものこちらですね。はい、じゃあコピー用紙を切っていきたいと思います。はい、じゃあ次は大きい方を切っていきたいと思います。こんな感じでかなりスパスパ滑らかな切れ味がつきました。はい、それでやっぱりこの丸尾山の青すいたで研ぐと、今見てもらった感じでかなり切れ味も良くなりますし、さらに切れ味の持続性、まあ、刃持ちっていうのもかなり良くなるので、この天然砥石で仕上げるっていうのはめちゃくちゃおすすめです。はい、ということで今回は皮たちの天然砥石での研ぎになりました。はい、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。